札幌テレビ、読売テレビ、中京テレビ、福岡放送の4社で新たに設立する認定放送持ち株会社は、読売中京 FS ホールディングス株式会社、略称はフィックスホールディングスです強固な協力体制を築くことで、スケールメリットの拡大やコストの効率化、新規ビジネスへの積極投資などを進め、持続的な成長を目指します。 ホールディングスが発足した後も北海道の中核メディアとしての札幌テレビの役割は変わらずこれまでどおり北海道の皆様に地域の情報を発信し地域社会の発展や活性化に貢献していきます新会社は来年4月1日に設立の予定です